この先1週間のお天気です。穏やかな空の日が多めです。日本の南に前線が停滞するため、前線に近く湿った空気の流れ込みやすい沖縄では、この先も雨の日が多くなります。一方で、本州の周辺ですと晴れる日が多くなる予想です。ただ週の後半になりますと前線がやや北上するのと低気圧の接近、さらには上空の気圧の谷の接近により全国的に雲が多くなりそうです。週末傘の必要なところも出てきそうですね。また気温に注目していきますと、北海道では朝晩ほどぐっと冷え込んでいく予想です。その他の地域でも最高気温でも30度を切るところが多くなるんですが、この時期としてはまだまだ高めです。では北陸のお天気も見ていきましょう。金沢、輪島など石川県の天気に注目していきますと、やはり週の後半には雲が多くなりそうです。雨が降ったとしてもにわか雨となりそうです。強い雨はこの先1週間予想されていません。今後も最新の気象情報についてはアプリウェザーニュースからご確認ください。